はい、お昼になったんで、はい、朝放置しといたやつをね届っか出てきます。さて、やっぱり白い卵は鉛筆が飲みやすい。あんまりでも殻が良くないやつは、おうおう、破裂もあまり良くないと言われています。殻が良くないっていうのは鉛筆が乗りやすいやつってこと？うん、こういうガビガビ、なんかツヤツヤのやつは書きづらいから。へえー、あ、悪い、本当に。いや、大丈夫、立てとくか。よし。あ、でもなんか白いさ、うん、あれじゃない、脆い方はさ、うん、中身的、中の人的には割りやすそう。ひなな、ひなにまでなればね、あの、いいよ。呼吸がしやすすぎちゃって逆になんか枯れちゃう、水分が枯れちゃうらしい。へー、いいよ。はい、難しいバランスだね。とても重たい。よし、入れていきます。はい、2月16、うん、まだまだ。どこにまとめようかしら。上から入れちゃえば、ね、やっぱりこれ地に移そうかな。はい、出してなかった、一個一個、ね、一個一個出してた。ちょっとやり方違っちゃった。まあ、一番上だから楽で、うん、どんどん置いていきます。よいしょ、生まれるんだぞ。ねえ、生まれてほしい。見ろ。ちなみに一番奥まで入れないのは取りづらいからです。なるほど。取りづらいっていうか見づらいし、あの、剣断も、剣断もできないし、やりづらいからっていうのを同じ動画で同じことを前も聞いた気がします、はい、あれ、そうだっけ。復習だよ、復習。だいぶ前のやつか。そう、みんな復習だよ。よいしょ。この時点で分かればいいね。ねえ、そうなんですよね。暖房入れてるからなかなか暑い。この時点だとまだ中身は黄身と白身だもんね。そう。あ、でも灰の部分はあるのかもしれないけど、ちっちゃすぎて見えないですね。いや、不思議だよな。なんで黄身と白身があなるんじゃ。こんなちっちゃいやつがだんだんムクムクムクってね。ムクムクって。一旦じゃ閉めましょうか。不思議だ。あ、閉めないで、あれか。あ、これを、よ、はい、カゴもらう。あ、はい、まあ、あっちに置いてきちゃう、ね、うんうん、不思議なもんだ。よいしょ。ちょっと頭を使った。まあ、どっちが楽か分かんないけどね。確かに。で、2個入れちゃって、下に2つ入れちゃえば。そうだね、さっきのとこが。はい、はい、どん
ンバン行きますよ。地味な作業よ、重たい。よいしょ。2キロ、8キロぐらい。この枠自体がそうだ、入れたら8キロぐらいありそう。重いね。いいよ。筋トレだね。そうだね。プルプルしちゃう。ネタンや農場長だったらプルプルしないでできるんでしょうが。いや、するよ。する？まだするか。まだするよ。よいしょ。慣れてる形だったらしないかもね。エサ袋の方がまだ慣れてるから持ちやすいじゃん。ね、でこれね、下手なところを持つとバキャッといくんですよね。もろい。そう。すごく繊細。プラスチックに熱を加えてるから余計もろくないそう。うんうん。ところどころガムテープで補強してやるのはそういうこと。あ、なんで閉めちゃったの。あれか。よっ。暑いせいでポンコツになってますね。この部屋が少し温度があるので、トムちゃんの頭もオーバーヒート。あ、効率のいいやり方が分かった。よいしょ。入れて。でかい。あ、うん、重たい。つるっ、バキャン。高いけど1600なんだ。最近1800とかないよ。あんまりないね。うん、去年とか結構あったんですけど。あったよね。そうそう。1800ってさ、うん、ほんとまん丸なのよ。あ、そうね。球体形はこれに近いか。うんうん。はい。あと卵の重さって何で決まる？内容物。重さは白身。いや、もう全体的に違うの、黄身も白身も。ね、あ、黄身の大きさはほぼ同じらしいです。白身が多いと大きい。黄身と白身っていうのは要するにピラになるであろう肺の栄養ってことね。白身は何のためにあるんだろう。黄身はそのままさ、ヒナのお腹に入っていくから。そう、白身はよくわからない。水分でもちゃんと栄養があるのかしら。なんだろうね。負荷にどういう風に働くのかよくわからない。ただのバリアだったりしてね。まあでもバリア大事だもん。いろんなものから守る。よ。よいしょ。多いな。そうだね。嬉しい。8、12、16、20、24。よし、48個ありますので、ね。36、今36出た。うんうん。あと3ケース。そうだね。ちょうどこれでおしまい。うん。12、うん。そうだそうだ。いいよ。白い卵と黄色い卵、どっちが持ちやすいの？あー、黄色ですかね。白いやつ、なんかザラザラしてるやつ、無駄に重かったりする。なるほど。いや、ニワトリの卵のパックみたいに、ダチョウの卵をパックで入れたら面白いんだけど。いや、誰も持てる人いないんじゃん。よいしょ。最近は大きくても1600だからな。うんうん。あ、でも1700が出た。さっき。で、1600台は鉛筆が乗りやすい。まあ、乗りやすい。卵の殻のせいでですね。メスによってでかい卵産みやすいとかあるのかな。なんか、鶏はもう年齢がそのまま。
卵の大きさだそうですけど。え、年食うと大きくなるってこと？大きくなる、そうそうそう。あの、何？私、産卵のベテランよ。あ、そんな感じ。逆にその、初産はとっても小さい卵らしいんだけれど、社長はよくわかんない。あ、そうで、めっちゃ小さい卵っていう話なんだけどさ、はいはい、あの、ツイッターか何かでダチョウの卵をさ、食べた人がいてさ、うんうん、ダチョウの卵の中に卵があったって。もう一個殻があったってこと？もう一個めっちゃ小さい卵が、へえ、卵の中に入ってて、うん、食べてガリってしたって。かわいそう。二卵性だったということですかね。それが大きい卵に、だから多分ピノコ的な。うんうん。え、ピノコ？ピノコ。よいしょ。そのまま大きくなったらダチョウのヒナの体の中にもう一匹ヒナがいるということに。大きくはでもなれないのかな。どうなんでしょうね。でもその卵の中ってさ、きっとさ、体の全ては揃ってるでしょ。キノコじゃん。ちっちゃい方にはなんか黄身がないとかありそう。ああ、よくあるやつね。そうそう。メモが必要ですか。付箋だ。よいしょ。6月の2日入団、うん、発生いつだろうね。かわいい。7月14日発生。全員無事に帰りますように。変卵の時に全部真っ二つに割れてますように。ね。12枚書くの？なんか4枚でいいかな。真ん中に置いちゃえば。そうそうそう、それでいいかなって思い始めています。走り書きだから綺麗な字じゃないけれど。そうでもなくない？読めればいい。そう、読めればいいの。読めればいいでしょ。日付が分かれば。はい、ありがとうございます。真ん中でいいか。すごく暇だったら後で出しておきます。あんまり暇にはならないと思うが。まあ間違いないでしょ。ね、よいしょ。あ、二人見てるしね。うん。はいはい。ということで、オッケー。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。おしまい。おしまい。はい。なんだっけ。卵のフランケーの入卵でした。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。